今回ご紹介する作品はこちら。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。この作品ね、マガポケで連載してて、まあランキングちょっと上の方だと読んでみたんですけど、本当にね、絵の気合がすごい作品です。話としては転生系なんですけど、結構絵の気合が入ってて、コメント欄とかも絵が気合入りすぎだみたいな感じで、よく盛り上がってる作品ですね。漫画の紹介や感想を投稿しています。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、こちらを、まあ、簡単に一言で説明すると、魔術オタクが転生してショタで無双するという作品です。絵がね、まあ、何と言っても絵でございます。繰り返しますが。で、まあ、どういったことかというと、こう主人公はね、もともと魔術が大好き、魔術オタクだったんだけれど、いわゆる時間もないし、権力もないし、魔力もない。だから、そんなにこう魔術に耐性しなかったんだけれど、それがまあ転生、まあ、これ異世界ではなくて、同じ世界で転生したら、王族のね、第七王子で、まあ、つまり時間も権力もある。そして魔力量が桁外れという、まあ最適な環境を持って転生すると。で、まあ本当にね、冒頭から何度も繰り返してるんですけれども、こちらの作品、初対のね、気合がすごいんですよ。初対、まあ、キャラクターの絵だけじゃなくて、もう今日紹介する3つの見どころ全部絵の話です。もうそれぐらい割り切った作品ですね。では、あらすじをね、簡単に紹介していきましょう。魔術を極めたい、まあ、たった一つの思いを残し死んだ男は、サルーム国の第七王子として転生を果たした。前作とは間違えたね。前世とは異なる、桁違いの魔力量、第七王子という自由な身分、最高の環境で少年ロイドは魔術びだりの生活を望むが、というね、望むがって書かれてますから、めちゃくちゃ望んで、ひたすら魔術を極めるというストレートな作品です。で、こちらの作品ですね、マガジンポケット、まあ、無料で読める漫画アプリなんですけども、マガジンさんが出したやつですね。そちらでセールスランキングが1位。そして、まあ、小説家になろうの方では、累計1800万 PV を獲得したそうです。いや、なんかね、マガポケ自体が確か1500万ダウンロードとかだったと思うので、元のね、小説家になろうとかで1800万って結構な、数ですよね。累計なので、まぁ、ちょっと、もしかしたら同じ人のやつっていうのが TV だから監視されてるかもしれませんけど、それでもね、いやだって、ね、人口比で言ったら 10% 分ぐらい見てるわけでしょ。一人一回見てたとしても。いや、なかなかすごい人気な作品ですよね。ということで、魅力の方をね、簡単に順番に説明していきたいなと思います。一つ目の魅力はこちら。キャラへの気合がすごい。というよりは、初対ですね、完全に。主人公の指をね、ちぶちぶ切っちゃった。釣りも頼むよ、送りもある。こんな一万円みたいな絵がさらっと漫画の中にたくさん出てきます。そして、なんかやたらポーズを撮らせるんですよね。なんか、なんかショタが好きな人の撮らせる、このちょっと若干つま先立ちでしゃがませるポーズとか、こうちょっと立ち絵っぽくね、こう、なんかとりあえずやっぱりハーフパンツ履かせますよね。で、こう、そういうポーズを撮らせるだったり、まあ目線の表情だったりとか、なんかね、ただのショタっていうよりは、サイコパス味のあるショタっていう、本当に魔術オタクなので、まあ、ストレートな意味でのサイコパスっていう感じが強い作品かなと思います。そして、二つ目の魅力ですが、こちら。戦闘シーンの気合がね、すごい入ってます。いやー、この、螺旋黒閃砲とか、なんかね、これも別に、決まった、なんか1話につき1ページというよりは、このぐらいの気合入ったね、キャラだけじゃない、背景とか動きの絵とかっていうのが、一つの作品の中にね、山ほどね、入ってるんですよ、ね。結構気合がかなり入ってる。なんか文字通り表現が気合入ってるとしか言いようがないんですけど、やっぱね、読んでて、多分これ、書いてる人が結構楽しいんだろうなって伝わってくる細かい書き込みもありますよね。で、まあそれを象徴してるかのように、カラー絵がめちゃくちゃ多いです。普通のね、週刊少年、まあ例えばジャンプさんとかでカラー絵とかって、まあ半年に一回あるかないか。この作品、ほぼほぼカラー絵が週一。下手するとね、3週間に1回ぐらい、カラーだけの話数とかあるんですよ。いや、なんか、そんな書き込んで色もつけて、大丈夫なのっていう、なんか心配欄がコメント欄でぐつらーってなるぐらい、カラー絵も多くて、絵のこだわりがすごい作品ですね。と思ったら、まあ、唐突なね、撮影でギャップが発生する。で、これ、絵が好き。絵として、こういう雑誌が入るだけじゃなくて、なんかね、ちゃんと漫画としてもね、それをネタにするんですよね。例えば、左のシーンとか、なんか悪い奴が、すごい自分語りした後に、くじけろ。こんな顔してるんだぞ、お前。って、ちょっとネタっぽい、全ページモノクロだし、みたいな。
なかなかね、こうナロー系原作小説のやつでこう話を漫画にしましたってやつだと、あんまこういう漫画っぽい漫画表現としてメタってしないんですよね。やっぱり忠実にナロー系のやつってもそのまま再現するし、なかなかこう漫画としてのいやお前こんな顔してるんだぞみたいな話で当然漫画だと起きないじゃないですか。というあたりをね、結構漫画家さんが自由にやってるのか、まあ、作者さんとのこう相談で進んでるのか、そのあたりのね、ちゃんと漫画として成り立ってるのが面白いなと思います。ということで、期間情報の方をご紹介しましょう。はい、こちらの漫画、期間は6巻で、著者は石澤さん、原作謙虚なサークル。謙虚なサークルってなんか、原作名いいですよね。で、キャラクター名はメルさんとなっております。で、こちらはマガジンポケットコミックス。まあね、週刊マガポケで連載してるのもあるので、そちらで連載中になります。いや、これはなんか普通にアニメ化するんじゃないですかね。なんか、アニメ化すると、まあ当然アニメなんて、ね、全部カラーだから、どのくらいこの原作とか漫画の気合感がアニメでも反映されるのかわからないんですけど、いやーなんか結構ね、面白い。面白いし、絵とかね、読んでて漫画っぽいなぁと思う作品です。ということで、魔術オタクが転生して初太で無双するという作品でした。なんかね、こう多分まあ女性とかでこういうキャラクターとか絵が好きな人とかぜひ読んでみると面白いかもしれません。結構本当に、ピクシブさんとかの一枚をずーっと見てるような感じで読み進めることができます。今回ご紹介した作品いかがだったでしょうか？毎週ね、こんな感じで漫画の紹介していますので、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、またねー。